こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日も YouTube ライブとツイキャスをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は2018年の4月3日です。今年は早めに桜が咲いてるみたいで、長野市も桜が満開になってきました。先に告知なんですけども、メルマガ登録を募集してますので、YouTube の説明欄のところからですね、ご登録いただけますんで、よければご登録ください。あと、Amazon 楽天のリンクが貼ってあります。そちら一度踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますので、よければご協力ください。あと、グッドボタン、チャンネル登録もですね、よければお願いします。デュシャンさん、こんばんは。斉藤さん、こんばんは。帰宅中ですか。お気をつけてお帰りください。一日お仕事お疲れ様でございます。今日、桜の園の話をしようかと思ったんですけど、ちょっと読めなかったんで、それはまた別にライブではなく、録音で解説は一回撮りたいと思います。今日はですね、昨日に引き続き、キッシンジャーの外交の紹介をしたいと思います。で、今日は下巻ですね。下巻の後書きの方ですね。第31章のところのアジア、アメリカとアジアの関係ですね。そちらを紹介しようと思います。ACV さんもこんばんは。なぜこれを紹介したいのかというと、住山さんも、こんばんは。なぜこれを紹介したいのかというと、これ結構20年前に書かれた本なんですけども、やっぱ当たってるっていうか、そのなんていうの、外交の原理的な部分ですよね。世界、国際関係の基本的な部分が書いてあるんで、ずっと読み継がれる本だと思いますんで、ご紹介してっていうか、紹介しとけばね、ずっと再生されるっていうかね、関心のある人ずっと一定数いるんで、昨日やったのもね、結構多くの人聞いてもらったみたいで、グッドボタンも多かったんで、あんまり雑談するとグッドボタンないんですけど、みっちり専門的な話っていうかね、こういうかっちりしたテキストを紹介した方が、反響がいいみたいなんで、興味のない方にとっては苦痛なんで、聞く気にならないと思うんですけども、国際関係、興味のある方、聞いていただければなと思います。斉藤さん、拍手ありがとうございます。林読、ウィキさん、こんばんは。今日、私、山本義隆先生の物理入門という駿台受験ゴーストに入ってる、これ学生時代私買って難しすぎて挫折した本なんですけど、改めて読んで物理勉強してみようかなと思って、高校生レベルのことしか書いてないんで、読んでたら結構面白いですね。今になってようやくは、もう20年、30年ぐらい経ってようやくこの書いてあることがね、頭に入ってくるようになりましたよ。抽象的なことがよくわかるようになってきて、物理の本読んでたら面白くて、で、パラパラ見てたらね、熱力学のとこにカルノサイクルっていうのがあって、カルノっていうことはフランス人のラザール・カルノが作ったのかなと思って見たんですよ。そしたら、ラザール・カルノの息子が作ったんですね。で、ラザール・カルノって人は、ナポレオンの上司みたいな人だったんですけども、フランスの徴兵制で作った軍人なんですね。で、その息子はね、物理学者になってたんです。で、コレラで死んじゃったらしいんですけども、で、カルノーサイクルっての作ったって、さっきウィキペディアで調べたら書いてあって、結構ね、フランス革命の音声は私今もちょこちょこ取って、販売しようと思って取ってんですけど、結構物理学者がね、政治家も兼務してたりして、フランス人ってのは抽象的な思考をして、それをその政治の世界に使うっていうことをやってますよね。で、そういう訓練をすごい100年200年やってるっていうことですよ。で、物事を抽象的に考える訓練をすごいしてると、政治も物理も大して変わんないみたいな。力の関係ね、勢力均衡、今日話すバランスオブパワーですからね、均衡してるってことですよね。均衡してるっていうのは、物理的な考え方ですよね。それは何も抽象的な世界の話じゃなくて、実はその
政治の世界も力の均衡でできてる風っていう風に抽象化して捉えるっていうことが、こうそういうことをやって政治を見てるということなんですよね。逆に言えばそれができないと国際関係なんて分かりっこないし、日本の政治勢力の均衡だって分かんないってことですね。それを私はつくづく思うんですよ、最近ね。だからただ文系の人が政治が好きでね、オタクみたいに政治の話してても、ほら全く見当違いの話しかしてなくて、力の均衡が分かってりゃその先がどうなっていくかっていう予想もつくはずなんですけど、それすらないっていうのは、抽象的な思考がないからだという結論に勝手に至ったんですけども、今日話す話も抽象的な話なんですけども、お付き合いください。佐倉さん、こんばんは。お茶爆ありがとうございます。なんかこのお茶爆とかもらうと、なんかね、これポイントたまるらしいんですね。このポイント、にぎやかしポイントが上がると、おすすめ動画になんか上がるみたいなんですけどね。なんかこのツイッターのシステムが私よく分かんなかったんですけど、拍手とかチューチュースタンプとか何の意味があるんだろうと思ってたんですけど、にぎわってるぞっていうと、おすすめ動画に出てくるってことですね。林読にぎさん。僕は高校で物理習ってなかったんですが、卒業してから勉強して物理をで受験しました。矢沢さんなら必ず分かるようになると思います、物理にも。ありがとうございます。でもいい本ですよね。私、林読にぎさんに言われて、あれも買ったんですよ。さっきも読んでたんですけど、近代日本150年、山本義孝先生ですね。で、パラパラ読んでて、これも、いずれ紹介したいなと思って。帝国主義と科学とかね、読んでたら面白かった。に日本の科学技術が、なんか、帝国主義とか、なんかこの戦争といかに結びついてるかみたいなことが書いてあってね。なんか山本先生ってゴリゴリの左翼。ゴリゴリの左翼ですよね。読んでて。結構ね、福沢諭吉とか批判してましたね。福沢諭吉はなんか、欧米人にコンプレックスがあるって言って、それがなんか、アジア蔑視につながってるとかね、もうビシビシ書いてましたけども。なんかでも、すげえ、なんか、物理を政治的に扱ってますよね、この先生はね。それをすごい感じましたね。物理が好きなんじゃないですよ。政治が好きなんですよ、おそらく。東大全共闘議長ですからね。そうですね。本人はそれを言うと怒るっていう、怒るから言っちゃいけない、タブーになってるんですよね。なんか私、駿台に行ってた頃はその話を聞きましたけども。でも政治センスはなんか、ちょっと受け付けないですけどね。なんか、やっぱね、文章がね、左翼文章ですよね。物理をやってる上では、その左翼的な文章が分かりやすくなってるのかもしれないですけど、普通の政治の文章書くとすげえ説教臭い上から目線のなんか書き方すんなと思って、 なんかその人となりが分かるっていうか、あんまり文句言っちゃいけないですけど、読みやすいって読みやすい、科学者でこれだけ、科学者っていうかね、理系の人でこれだけこうやって政治のこと語れる人って、あんまりいないでしょうから、もちろん大学の先生だったらそんなことしないでしょうから、在野の人間としてね、なんか大体全共闘崩れの人ってなんか単なる酔っ払いみたいな、酔っ払いっていうか、なんか何のバックボーンもないっていうかね、なんか思想的なものがないような、ないと思ってるんですよね。ないと思ってるって勝手に言いつけていいのか知らないですけど、なんかただマルクス主義に頭やられてるだけの、なんかそんなような感じなんですけども、でも山本先生はちょっとオリジナル感が、なんか思想家っていうこともないかもしれないですけど、思想家っていうほどのあれじゃない、ないな。なんか、サイエンスっていうかね、ナチュラルサイエンスに対する責任感みたいなのが、なんかあるんでしょうね。たくさん学生に教えたっていう点からね。そんな気がしましたね。では、
早速読み上げていきます。これ下巻キッシンジャーの外交のですね525ページ。ああそうだ、そうなんで山本義隆先生の話をしたかというと、国際関係について書きゃいいと思うんですね。物理の部分だけ国際的にやなこと書いてるのに、なんで日本の近代に興味があるのかなっていうね、もっと国際関係についてねガンガン語ればいいじゃないですかね。サイエンスが人類を進歩させてきたのかね、サピエンス全史ぐらいの勢いで仕事すればいいのに、なんで日本の近代の科学を批判するっていうか、そのすごい限定して自分の政治的な立場を書くっていうのが、なんでそういうのをやってしまうんだろうっていう、もっとなんか残る大きな仕事すればいいのに、なんかもうやっぱり仮想的ありきで書いてる感じがすげえするんですけど、ポレミックっていうか政治的立場を自分で押し出しすぎて書いてて、なんかほらまあ原発の問題もありますけど、そういうなんか社会批判になっちゃってますね。日本の社会風土に対する批判みたいなのがやっぱなんかその怨念っていうかね、なんか憎しみっていうか怒りっていうか、なんかルサンチマンっていうかなんかがねありますよね。それは原発批判のためだと思いますね。本来科学史の本を書いてる人ですから。あ、科学史の本も書いてるんですね。じゃあまあ原発批判の本なんですね、やっぱりね。原発批判と科学とテクノクラート批判ですよね。科学技術官僚批判なんですかね。そっか、まあ、しょうがないですね。しょうがないっていうか、まあなんかその憎しみの部分がね、あまりに強烈にこう読んでて浴びるんで、なんか読書として楽しめないっていう部分はねありましたけどね。まあそんなこと思いました。じゃあ本文読んでいきます。525ページですね。あ、アーリフさんこんばんは。1993年のアジアの政府首脳との会談でクリントンが提案した、これビル・クリントンですね、クリントンが提案した太平洋共同体構想に象徴されるように、アメリカのアジアに対する関心は著しく高まりを見せている。しかし共同体という言葉はアジアにおいては極めて限られた意味だけに適用される。というのは太平洋地域での関係は基本的に大西洋地域との関係とは異なるからだ。ヨーロッパ諸国は共通の制度を有する一つのグループとなっているが、アジア諸国はそれぞれが異なった競争関係にある国だと考えているということです。昔クリントン、ビル・クリントンが大統領だった時に、あ、太平洋共同体構想、ニューパシフィックコミュニティっていうのを考え出したんですね。で、まあ、だそれは TPP みたいなもんですね。貿易に限ってやね。で、だけどアジアっていうのは、同じ理念を共有しないんですね、これね。ヨーロッパ諸国ってのは、キリスト教とか啓蒙主義とかで、共通の、なんていうんですか、思想とか宗教のバックボーンを持つんですけども、アジアっていうのはそうじゃないんですよね。なんか共通のものがないってことですよね。それがあのヨーロッパではその共同体、まあ、EU みたいなものでできるけど、アジアでね、その鳩山幸男さんが言った東アジア共同体みたいなものに行ったって、同じ理念を共有してないんですね。で文化も違うし、でさらに競争関係にあると考えてるんですね。で、それをまとめる何かがね、別にないんですよ。仏教でまとめるとかね、話、まあ、わかりやすいのはね、創価学会インターナショナルみたいなもんだと、日蓮宗っていうか、まあ、日蓮宗なのかな。法華経でまとめるみたいな話ですね。まあ、そういう、まあ、それだって別に、全然普遍的でも共有できるもんではないんで、あのなんかこう共通の制度とかが、まあ、共通の基盤に至って協力し合うっていう相互関係は作りづらいってことですね。まあ、大東亜共栄圏みたいなもんですよね。大東亜共栄圏って言ったって実質は日本の帝国主義ですからね。天皇制の国体をあの、まあ、アジアで共有の価値基準にしようっていう話に なる可能性ありますよね。で
続きですね。主要なアジア諸国の相互関係は19世紀のヨーロッパのバランスオブパワーのシステムの性質とよく似ている。一つの国の勢力がかなり大きくなると必ずと言っていいほど他国からそれを相殺する動きが出てくるということですね。で続きです。行動の自由を持つというのがアメリカのやり方だ。イギリスが20世紀に2つの世界大戦までヨーロッパのバランスオブパワーを維持していたのと同じ働きをする能力、必ずしも哲学ではない土地がアメリカにある。まあアメリカ、まあ、と離れてますからね。イギリスが昔、まあ、20世紀の2つの大戦までヨーロッパのバランスオブパワーを維持していたと、まあ、とりわけディズレーリとかね、まあ、ずっとヨーロッパのパワーオブバランスにかかってきたんですね。特に植民地支配ですよね。 3C 政策 3B 政策とかねありますよね。ああいうのっていうのはまあバランスオブパワーですね。植民地でもバランスオブパワーをやろうとしたってことですよね。で、まあ、ビスマルクを牽制してバランスオブパワーをやってたわけですね。まあ、以前にビスマルク体制で説明したところですけども、で今アメリカが東アジアのバランスオブパワーを、まあ、オフショアバランシングって言葉があるそうなんですけど、まあ、遠くから遠隔操作しているということですね。で、まあ、そういう能力があるってことですね。まあイギリスは今 EU から離脱して、またなんだかその外側からね EU なんかのバランスオブパワーをその中に入っちゃうとバランスオブパワーにならないわけですね。一個距離を取って操作するみたいなことを、まあ、またやろうとしてますよね。でアメリカも東アジアに対してイギリスがヨーロッパに対してするようにやるということですね。まあ、とりわけナポレオンが出てきた時にもうイギリスはずっとナポレオン大仏大同盟ですね、まあ、ナポレオン以前かフランス革命が起こってからずっと大仏大同盟だって言ってフランス封じ込め策をイギリスが主導してやってるわけですね。ロシアとかオーストリアとかと一緒にね、あとプロイセンとかと一緒にやると。今イギリスはドイツを封じ込めようとしてるんですね。ドイツだけでかくなってきたと、まあ、それであとまあロシアとも仲悪いですし、ロシア封じ込めとか、まあ、そういうことをずっとやってるんですね。でアメリカはアメリカで、まあ、外側からアジア太平洋地域を、まあ、遠隔操作っていうかパワーオブバランスをする能力があるってことですね。バランスオブパワーですね。続きです。アジア太平洋地域の誇るべき繁栄の基盤である安定は自然の摂理でなく均衡による結果なのだ。そしてこの均衡に対しては冷戦後の世界ではより注意深く慎重に扱う必要があるということです。中国がバラバラになっていったら可能だったかもしれませんね。そうですね。まあでもバラバラになる可能性もないですよね。中国ってずっと歴史的に統一されてんですね。そのここ2000年ぐらいで、ね、戦国時代みたいなのは2000年前に終わったって書いてありますから、で続きです。アジアにはウィルソン主義の信奉者は少ない。アジアには集団安全保障の考え方はないし、現在少数の民主主義国にすら各国が共通の価値観に基づいて協力すべきだという考え方はないってことですね。アジアはアジアで集団安全保障、国際連盟というか、まあ、EU みたいなものを作るかっていうと、まあそんな考え方ない、今もないですけどね。今は鳩山由紀夫さんの頭の中にはあるんでしょうけども、まあ、基本的にないでしょうね。で各国が共通の価値観に基づいて協力するなんて考えてないわけですね。で続きです。アジアで重視されるのは均衡と国益である。軍事費はすでに全ての主要なアジア諸国で増加しつつある。中国は超大国への道を歩んでいる。中国の国民総生産は1980年代の率は下回るが 10% の成長率で増加しており、2010年代の終わりまでにはアメリカに近づくだろう。まあ、これ1996年に出版された本なんで、まあ、20年前に書かれてるんですけども、まあ、その通りですね。もうアメリカにだんだん近づいてきてるわけですね。 GDP でもね。で続きです。それよりずっと早くに、たとえ現実の政策がいかに抑制されたものであっても、政治面軍事面で中国の影はアジアに広がり、他国の政策に影響を及ぼすだろう。他のアジア諸国はすでに日本に対して期待しているように、ますます勢力を増す中国への対抗勢力を求めるだろう。東アジア諸国は自らは否定するだろうが、主に
中国と日本のバランスを取る目的のために、それまで脅威であったベトナムを彼らのグループ各 ASEAN に入れようとしている。彼らがアメリカがその地域に介入し続けることを望んでいるのもその理由からである。まあ ASEAN 諸国、 ASEAN って今ベトナム入ってるんですかね。ASEAN って東東南アジア諸国連合ってやつですね。今の加盟国は、あ、ベトナム入ってるんですね。あ、だから1995年に入ったって書いてありますね。ASEAN ってインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア。あ、ここは一応何ですかね、これ何を目的に作ってるんですかね。東南アジア10カ国の経済、社会、政治、安全保障、文化に関する地域協力機構ってことですね。まあ一応東南アジアにはまあなんとなく共同体があるけど、これはまあ中国と日本は覗かれてて、別にアメリカも覗かれてますから、まあなんだろう、中国と日本のバランスを取る目的のために作ってるんですね、東アジア諸国が。だからまあ大きく見れば3つに分かれて、3つに分かれてるのかな。だから中国、日本、あとは ASEAN、 まあという感じなのか。で、アメリカがこの地域に介入し続けることを望んでるってことですね。そうすれば、あの、国益による均衡があるってことですね。経済圏的な均衡があるってことですね。で、続きです。日本がこれらの変化する状況に順応していくことは不可能である。もっとも日本の指導者たちは彼らの日本風スタイルによってほとんどわからないほど少しずつ変化を積み重ねて順応していくであろうが。これもすごいこと言ってますね。日本がこれらの変化に状況に順応していくのは不可能だって言ってるんですね。日本っていうのは基本的に何か変化が起こることに順応することがないんですね。だから多分それをもって保守的だって保守的ですけど、十分。だから全然今ほら、なんか今の東アジアの情勢ですね。まあ北朝鮮をめぐる情勢なんて完全に蚊帳の外じゃないですか。だってやる、順応しようがないんですね。自分のところからね。で、結局これ書いてある通り、日本の指導者たちは彼らの日本風スタイルによってほとんどわからないほど少しずつ変化を積み重ねて順応していくって書いてあるんで、なんとなく国際関係の潮目が変わった後で、なんかいつの間にか後ろにいるみたいな、まあ振り返れば、必ずついてくる浅草寺の鳩みたいな。昔小林秀夫さんがイブセマスジさんに向けてね、あの、振り返ればいる浅草寺の鳩みたいだって言ったっていう話があるんですけど、先輩作家に向かってそんな言い方あんのかって話ですけどね。まあ国際関係が変わってりゃね、いつの間にかそっちの方向にいましたみたいなね、まあ感じなんでしょうね。そうやって順応していくってことですね。それは日本風のスタイルなんでしょうね。自らイニシエタチアブを取ってなんか変革に参加していくってことじゃないような気がするんですね。今まではずっと私も生まれてから見て感じてる、なんか日本の情勢っていうのはね、いつも後手後手なのがお家芸みたいなね感じですよね。まあしょうがないですよ、そんなんね。あのペリーが来てからずっと後手後手でやってるんですからね。後手後手で、でも早く近代化したんですけど、まあイニシアチブを取ろうと思ってね、なんかこうアジアに進出してった時期もあるけども、まあね、戦後は後手後手ですよね、基本的にね。今はそれ最たるもんですよ、もう後出しじゃんけんも、いいとこですよね。あ、お意見さんこんばんは。大沢又志さんは山本義孝の磁力と重力の発見はそのまま翻訳しても世界に十分通用すると言っていて、池田春彦さんも同意してました。あ、そうなんですか。私、大沢正史さんの大沢正史さんって、まあ信州出身の人なんですよね。私昔虚構時代の果てって本読みましたけどね、文章がダメですよね。はっきり言うと読む気にならない文章書きますよね。あれで読者が
なんか読むのかっていう、すげえドイツ語翻訳したみたいな文章を 書くんですよね。だから私もう読まないですし、なんか読んでもな、読まないっていうか、もう全然興味もないの、興味の範囲外になっちゃってますけどね。でも、すごいですね。山本先生ってのはすごい人なの。まあ確かに物理入門読んだら分かりやすかったですね。もう学生時代は読んで全く分かんなかったんですけどね。昔私なんか駿台箱根セミナーっていうのに行ったことあるんですよ。なんか知ってる人は知ってると思いますけど。で、そこでね、なんか東大生がなんか来て話聞くみたいなね、夜通しね。なんか旧制高校のストーブみたいなことやる、なんかわけのわかんない合宿で頭やられたんですけども、今思ってみれば懐かしい記憶ですけども、まあこの山本義隆先生の方がいいと言うんですよ、みんな東大入った理系の人たちが。で、買ったけども、全然私の頭の範囲をね、はるかに超えていく内容でね、全然わかんなかった。わかんなくて、でも捨てるに捨てられず、他の参考書はみんな捨てたんですけど、これだけはいつか読むかもしれないと思ってね、この一冊だけはね、ずっと持ってたんですよ。で、今読んでみたら、わかりやすいって言って、いい本だって思いました。で、続きですね。冷戦中、日本は伝統的な独立独歩の姿勢を捨て、アメリカの恩恵に臆していた。経済協力に全力を挙げると決意した日本は、外交安保政策ではワシントンに従うことによって、代わりに経済では行動の自由を得た。日米両国によってソビエト連邦が安全保障面での中心的脅威と認識されていた間は、両国の国益が一致していると考えることは許された。まあ冷戦体制の中ではアメリカはワシントンの外交安全政策ではワシントンの言いなりになってたと。で、経済では自由だったと。これでうまくいってたんですね。日米両国の国益が一致してたんですけども、今のワシントンに従っても、なんかトランプは頭越しで北朝鮮と外交してるし、なんか国益の面では日本はなんか経済的には、なんかまた 今日の新聞見てたら、なんか3月円高になっちゃってね、3月のこの決算が良くないらしいですね、どこもね。またなんか不況になってきたと、アベノミクスだって言ってやってたけど、やっぱうまくいってないっていうのは、なんか新聞見てると書いてありますね。なんかまあ調子悪いんだ、アメリカと国益が一致してないんですよね、今ね、どう考えてもね。ギクシャクしてきちゃってますよね。で、続きです。そのような状況は今後は続かないだろう。韓国と中国が軍事力を増し、シベリアには旧ソ連軍の中で最も力の落ちていない軍が控えている状況では、日本の長期的政策立案者たちは、日本の利益を際限なく同一視することはないであろう。アメリカでは政府が変わるたびにそれまでの政策の見直しを宣言し、あるいは少なくとも変化を示唆し、また経済問題では対立が例外でなく、むしろ当たり前になっているような状況で、日米の外交政策の利害関係がずっと同一だと論じるのは難しいということですね。もう冷戦が終わると、日米の利益が同じ方向になるってことは難しいってことですね。だってアメリカ保護貿易だって言い出して、日本はどうしても自由貿易体制に入ってないと輸出で食ってる国だから、輸入が必要ですからね、やっていけないですよね。でも全然利害関係も一致しなくなってきてるんですね。で、まあ長期的政策立案者たちってね、まあ、そんなもんいるのかって話で、場当たり的にただやってるだけでね、なんか日本なんか別にシンクタンクなんかね、なんか野村証券のシンクタンクとかそういうのしかないんですからね。なんか日本財団とかね、ああいうのしかないですから。独自の政策、長期的政策立案なんか大して民間にもないし、官僚組織がやってるんですけど、何考えてるかよく分かんないし、どうなってんだって話ですね。で、次です。いずれにしろ、アジア本土に対する日本の見方は、地理的近さと歴史的経験の点でアメリカとは異なる。それゆえ、日本の防衛費は少しずつ増えて、今や世界第3位、ロシアの国内の混迷を鑑みれば、今後第2の実効的な力を持つまでになったのである。まあこれ1996年当時ですからね、今中国の、ね、軍事予算の方があるから、まあ、日本ってないぐらいなんですかね。
まあ、結構で8位とか7位とか8位になってますよね。1992年に当時の宮沢喜一首相は、日本は北朝鮮の核能力を容認するかと問われて、日本人らしからぬ率直さで一言ノーと答えた。これは日本自身核能力を持とうとすることを意味するのか、それとも北朝鮮の核能力の排除を意図したのか、こういった問いがなされること自体、日本がアメリカの安全保障政策、外交政策につなぎ止められている状態からある程度離れていく可能性を示唆している。まあ、これはこのままになってますね。だってこれで北朝鮮と国交正常化で進んでいくんだら、日本があって核兵器、まあ、核兵器手放すんならまだしもね、持ったままだってことになりゃ、ICBM だけやめますって言うなら、で日本には届く能力がもう残るわけですから、じゃあ日本も核武装するのかって話に現実的になってきちゃうってことですね。まあ、今その詰めの作業をやってんでしょうね。どういう形で、何ですかね。北朝鮮の非核化って言ってるものの実態が明らかになるのかね、分かんないですけどね。まあもうでも大体もう決まってんですよ。まあ多分政治日程なんて3ヶ月後ぐらいまで決まってると思うんで、今起こってることだって3ヶ月前に決まってたことだと思うんですよ私。で昨日今日決まって話が進んでいくわけじゃないですから3ヶ月から半年ぐらいもう予定がね決まってんですよね。ただ日本政府が知らされるのはなんか1週間前とかっぽい感じがなんかまあ叱るべきとこには連絡が行ってんでしょうけども、官邸に行ってるかどうかよくわかんないですね。感じはしますよね。なんかね、週刊誌見れば5月に解散するんじゃないかって話もねで解散総選挙やんじゃねえかってね話も出てきちゃってますけどね。まあどうなんですかね。まあこのまま安倍さんが問題を処理できるのかどうかがね、なんかもう今の状態見ると打つ手なしでね、誰がやっても何もないみたいな感じになってきちゃってますけどね。続きです。あ、コメントいただきました。私の印象、以前コメントしました理数系の方の方が本好きが多いのは考える訓練に慣れてるのかも。やっぱ数学っていうのやんなきゃいけないですよね、ある程度ね。まあ、物理もそうですけど、まあ、大人になってからだって別にね、入門書みたいな会話自分でできますからね。やっぱなんか抽象的なことを考えるっていうのを訓練しないと身につかないですからね筋トレと一緒でやれば一応ある程度抽象的にものを考えられるようになるじゃないですか。朝生とか見てるとすごい感じますよね。なんか抽象的なこと分かってないで喋ってる人がいると、あ、全然分かってねえんだなとか、まあその過去の事例を積み重ねて、歴史的な事例を積み重ねて見てる人はある程度いるでしょうけども、なんだろう、まあコンセプトね、抽象的な概念、コンセプトってものが分かんないとある程度複雑な状況を分析できないですよね分析できないってことはただ感情で話すってことになっちゃうんですよね。感情で話す人が多いんですよ、すごい。まあ、テレビの討論番組なんてほとんど感情的に喋ってるだけで、共通の基盤がないですからね日本人同士の中でもコンセプトを巡る共通の価値観がないもんですから、だから居酒屋で政治の話するんだってそういうことですよね。別にしたっていいと思うんですよ。これ丸山雅夫さんの日本の思想って本が岩波文庫に出てるんですけども、これいいこと書いてありますよ。あ、これまあまた全部紹介読み上げてね紹介したいと思うんですけども、まあ、実は丸山雅夫が言ったからいいかどうかってあれ、まあ丸山雅夫嫌いだって人もいますからね。で私もすごい好きかって言うと好きじゃないし、だから山本義孝先生は丸山正夫なんか嫌いだと思うんですよ、なんとなくね。丸山正夫の研究室を壊そうとした人ですからね。の一派ですからね。多分好きじゃないんでしょうけども。それで丸山正夫東大辞めちゃったわけですからね。早めに退職しちゃったわけですからね。これは、なんていうか、日本に論争がないってことを書いてるんですね。日本思想との対決、これ日本の思想のなんか6ページに書いたんですけども、
同じような問題の立て方がある程度の時間間隔を置いて繰り返し論壇のテーマになっていると。で、全てはその度ごといろはから始まると。で、多少とも文化や世界観の本質に関係するようなテーマなどは問題の普遍性が高いにもかかわらず、ヨーロッパで長年取り上げられ究明されてきた思想的背景をあれほど他方ではヨーロッパ産の作品を流入しながらほとんど全く度外視して論争が行われることさえ少なくないから、しって考えることの経済の点では甚だ無駄なことが少なくない。論争が起こるとですね、みんな今までの積み重ねを捨てて素手で殴り合うわけですね。で、感情的に罵倒しちゃうっていう論争になって、さらに何も残さないと。ここまで論争して積み上げてきたっていうものがなくて、毎回新しい論争をするわけですよ。これがね、なんかね、わあ、それはすごい思いますよ。ディアレクティークがないっていうかね、ここまでやりましたっていうものが残ってない。少なくともヨーロッパって、だってプラトンの国家見てたってね、少なくともソクラテスとね、トラシマコスが喧嘩したっていう論争を残してるわけですからね。プロタゴラスでもいいですけど、プロタゴラスとソクラテスがやり合ったとか、一応論争がそのまま残ってるわけじゃないですか。ここまで論争しましたと、昔戦ったんでって言って、ここまではもう分かった、いや、もう結論が出てますということですね。で、それがないんですよ。また改めて一から論争しだす、いろはから始めちゃうみたいなね、感じですよ。で、結局感情的に罵倒し合うっていうね、ことですよね。まあ、丸山正夫さんって論争やんなかったんですよね。基本的に文句言われても無視ですもんね。そう、完全に無視で、自分たちの弟子とかね、関係者だけに一生懸命解いてるっていうスタイルですよね。だからなんか自分に関する論なんて書かれたって基本的に無視なわけですよね。まあ無視してるっていうか、まあ、実際にはね、たくさんの文学者とかね、武田大臣とかっていろいろ付き合ってるから、その中では口角はわっとばしながら喋ってたんでしょうけども、まあそのなんか論断詞を使ってをね、なんかやり合うみたいなものを、まあやっぱバカにしてたっていうか、そんなことや丸山はそう相手にやる人もいなかったのか知らないですけども、まあ無視ですよね、基本的にね。で、そうなりますよね、ある程度言っちゃうとね、もう論争すること自体が無駄だっていう感じですよね。私もはっきり言ってそうですけどね、なんか誰かと喧嘩しようなんて思わないから、別になんか文句があんなら聞かなきゃいいじゃねえかってとこにねなっちゃうんですけどね。まあそれがいいのかどうかって問題ですね。EMP は現代文明のすべては無効化しますよね。電磁パルス法が怖いです。電磁パルス法って何なんですか？人工地震が起こるやつなんですか？電磁パルス法ってあるんですか？調べてみます、ね、電磁パルス EMP、 エレクトロニックパルス、原理的にはパルス状の大電流によって発生させることはできるが、特に地球の高層大気において核爆発により発生するものは地上に著しい影響をもたらすものとして議論されている。そんなんがあるんですか？これで人工地震が起こるって言ってんですかね。はい、こんな技術があるんですね。私知らん、恥ずかしながら知りませんでした、ね、EMP 爆弾などが交換されてから27世紀初頭の技術や核爆発によるものと違って小さな規模の電磁パルスしか発生できず、有効範囲はせいぜい100メートル程度だと言われている。なお、アメリカ軍が開発を進めていると言われているが、公式には実用化されていない。
そうなんですね。そんなのがあるんですね。EMP ね。みんな知ってんですか、そんな。範囲内の全てのコンピューターが停止します。電子機器が全く使えなくなると言われています。そんな技術があるんですか。はあ、じゃあ YouTube も聞けなくなっちゃいますね。私の音声もみんななくなっちゃうんですか。まあそんなこと心配したってしょうがないですけどね。みんなの心の中に残れやんね。 一回喋ったことは十分だって話ですけど。そうなんですか。すごいですね。みんなどこでその知識を得るんですか。月刊ムーとかに書いてあるんです。月刊ムーとかで特集されてるんですかね。科学雑誌に載ってるってことですね。もう一度すいません。抽象概念を身につければ対話論理展開の時間の節約になりますね。そうなんですよ。時間の節約なんですよ。だから共通の価値観というか、だから同じ言葉使ってんならですよ。ヨーロッパってほら、古代ギリシア語とかね、ラテン語とか共通のほら言語基盤の中にあるんじゃないですか。だからまあラテン語見りゃ一応でも類推はつくわけじゃないですか。だからそのまあヨーロッパ人同士が話が合うっていうのも、ちょっと言語はイタリア語、フランス語、イギリス語って違ってもですよ。まあ、大体共通の基盤なわけですね。だからまあ、一応なんか、まあ、わかるっちゃわかり合う。論理展開だって、同じ論理学学んでやってるわけですから、ある程度一緒なわけですよ。だけど東アジアにはそれがないんですよね。まあ、ないから、まあこれから作るのかって話ですけど、まあただヨーロッパのやつをそのまま入れるのかっていうとね、まあ、そういう問題になってきますよね。続きを読んでいきますか。他の主要国について可能なより端的な分析は、アジアの均衡がどんなに移ろいやすく、あるいは不安定なものになりうるかを示している。アメリカがアジアの均衡を維持しようとする限り、そのバランスが危ない状態になるまで放置して待つことはできない。アメリカの政策は全てのアジアの協議体に影響力を行使できるだけの柔軟性を持たなければならない。これはある程度すでに現実になっている。まあだからアメリカを中心に関係ができていくってことですね。日本とアメリカの関係、日本と中国の関係、日本と韓国の関係、日本とアメリカと台湾の関係、アメリカと韓国の関係、アメリカってものを中心としてバランスが成り立ってるんですね。でそうなんないと、東アジアだけでバランス取ろうとすると、まあバランスの中心が必要になるわけですね。でそれで中国がバランスの中心になったら、みんな言うこと聞くのかってことですね。中国の周りの諸国、やっぱ中国の言うこと聞かないですよ、おそらくね。それ ASEAN 諸国も日本も韓国も北朝鮮もっていうのはもう分かってんですね。だとするとアメリカがある程度アジアの均衡を維持しようっていう役割を果たしてくれた方が、まあ落ち着くとこに落ち着くっていう状態になっちゃってるわけですね、今ね。で続きです。東南アジアについて ASEAN における補助的役割、そしてアジア太平洋経済協力会議 APEC においては主要な役割が確立されている。まあ ASEAN においてはなんかこうアドバイザーとしてアメリカが入ってるわけですね。まあ日本も入ってるんでしょうけど、 APEC もまあアメリカが一枚噛んでると。ただあの AIIB とかね、まあまあアメリカも日本も参加しないですけどね、今ね。で続きです。しかしそのような多国間機構へのアメリカの影響力の限界も明らかになってきた。ヨーロッパモデルに基づくより制度化された太平洋共同体というクリントンの提案は、礼儀正しい無関心さを持って受け止められた。それはアジア諸国が自分たちを共同体とみなしていないところによるのが大きい。彼らはアジアの潜在的超大国、もしくはアメリカに彼らの問題への大きな発言力を与えるような制度的枠組みを欲していない。アジア諸国はアメリカと意見の交換をする用意はある。またアメリカには緊急事態には関わり続けてほしい。アメリカは彼らの独立に対する脅威を阻止してくれる力になってくれる。しかし彼らは力の強い近隣国に対して、アメリカに対してもある程度猜疑心を持つあまり、正式な太平洋規模での機構は好まないのだ。
これはすごいいいこと書いてますね。アジアの諸国っていうのは自分たちは共同体だなんて見なしたことないと。だって文化的な価値観とか同じ習慣とかないわけですよね。少なくともインドネシアなんかはもうほとんどムスリムが住んでて、全然違うし、日本人とまあその顔とか皮膚の色とか似てますけども、文化として一緒かっていうと全然違いますよね。まあ中国人もそうだし、まあ全然もうバラバラ、てんでバラバラだってことですよ。で、近隣国が、まあ中国がでかくなっても嫌だし、日本がでかくなっても嫌だと。アメリカに過干渉で関わられても嫌だし、正式な太平洋規模での気候っていうのは好まないと、いうことになってんですね。日朝国交正常化が実現すると選択肢が増えるかもしれませんね。そうですね。なんか連邦制にするとか、キム・ジョンが言ってるっていう、ニューズウィークに記事が載ってましたけどね。南北、まあ、統一するわけにいかないから連邦制でやるとかね。話、そんなこと、記事に載ってましたけど、雑誌の。あ、ポポさんもこんばんは。住み分けは重要ですね。住み分けなんで、統一した価値観、なんか、統一した価値観がないんですよ。で、一緒になりたいとも今思ってないですよね、少なくともね。あんまり。まあ、経済的には国益にかなう形での提起はするけども、別に通貨統合したいなんていう、そんなこと思わないでしょうし。なんか自由に人物金が動けるようにするって話もまあまず出てこないでしょうし、だとするとなんかただでもバランス・オブ・パワーっていうのはある程度価値観の共有がないとできないわけですね。そうするとアメリカにずっと関わって アメリカのオフショアバランシングがあった方がまだマシだと、自分たち同士で話し合って決めるのは、まあ、今もう中国中心になっていっちゃってるんで、もう中国の言いなりになるのと一緒だってことになっちゃいますね。ある程度アメリカに中国を牽制してもらってた方が、まあいいっていうことですよね。まあそれはじゃあアメリカがやんないとしたら日本にやってもらうとか、なってしまってるってことですね。で、続きです。このようなわけで事態の発展に関与するアメリカの力は結局、アジアの主要国との二国間関係によるところが大きい。だからこそ日本、中国に対するアメリカの政策、過去、今これを執筆している時点で大きな問題となっている。過去と時が極めて重要性を持つのである。一つには日本と中国が互いに猜疑心を持ちながらも共存していくのを助けるにあたってアメリカの役割が鍵となっている。近い将来、人口の高齢化と経済の停滞に直面する日本は、中国が超大国として台頭し、ロシアが勢力を盛り返す前にその技術的戦略的優越を利用しようとするかもしれない。その後で核開発という強力な均衡手段に頼るようになるかもしれないということです。まあ今はそのアメリカの中国政策ですね、というまあすごい日本に影響を与えますよね。で、まあどうしても日本と中国が相互に依存していくとしたら、アメリカに仲介してもらわないと、いけないということですね。まあ、中国と日本がその、まあ、お互いに猜疑心があるってことですよね。ということですね。で、日本としては だから核開発ってことをやらないと均衡しないっていう不安感が出てくるかもしれないですよね。まあ、現実的になってみますよね。なんか、その話が、まあ、やっぱ話に出るようになってきてますよね。日本の核兵器持つのかっていう問題がね。それはもうなんか平和主義から言ったらありえない話なんですけども、でもその平和主義を訴えるほどの抽象的ななんか思想的枠組みが日本にないですから、口だけ言ってる平和主義ですから何の実態もないですからね。平和主義なんていつでも取り下げてやめそうな感じですよね。だって国民主権と平和主義が一緒になってんで、平和主義を言うんだったら我々一人一人が言わなきゃいけないんですね、心からね。でもまあ日本の国家としてはもうそんな平和主義なんて言わなくなってきてるんですよね。もう明らかにね、国家というのは今の政府からすると平和のためにとか平和主義だなんてね、もうなんか国民の側がいえいえって言ったって言いたがらない状態になってきてるってことですね。で、それは今、それはそのうち
国民自体も言わなくなってくると、平和主義なん、平和ボケだって ね、言うようになっちゃいますよね。そうなら、まあもう一回戦争もやむなしぐらいの勢いに、まあもうなってますよね。これはね、年代別であるような気がするんですよね。私はなんか、まあもう40ですけども、平和主義教育みたいなのをすげえ受けたから、平和が大切だと思うんですけど、多分10歳、20歳違うと、んな話全然思ってないですね。それなんか感じますね。平和主義を堅持するなっていう言葉に何にも惹かれない、惹かれないというか、ピンとこないという雰囲気がもう、結構、その20代ぐらいの人当たり前になってきてるのは感じますけどね。当たり前っていうか、まあ、積極的に平和なんていう言葉を若い人から聞くこと、聞くっていうかね まあ、なんで、国会の前に集まってるね、なんかシールズのとかの人は言うかもしれないですけども、一般的にはね、あれが若者の代表かっていうとそうでもないですからね。普通に働いてる20代の人たちが平和主義が大切だなんて思ってるかっていうと、思ってないでしょうね、もうね 残念ながらね。現実的に思ってないですよ。それなんか、皮膚感覚で私それをすごい感じますもん。まあ、それを感じてがっかりするかっていうのがまた別の話ですけども、あ、違うんだと、もうジェネレーションギャップがあるんだと、もうやっぱり2000年代になんかすげえ変わってったんだと、それを感じますね 大幅に右旋回してったっていうか、2000年代ね、日本自体がね、多分。まあ、それはまあ、私はね、大学出てからなんでこんな日本が右傾化していくのかよく分かんなかったんですけど、で結構ね、周りの人、同じ年代の人と喋ると、いや、まさかこんな右傾化すると思わなかったって話なんですけども、でも右傾化の時に思春期を過ごしてる人は右傾化が当たり前になってるんですよね それは感じますね。戦争を経験した人のみが平和の大切さを知るというイロニーがありますよね。そうなんですよ。昨日私ね、夜あれ見てたんですよ。BS プレミアでやってたね、池田武邦っていう建築家のなんか特集やってて、まあ、本人、まだご存命らしいんですけど、94歳ぐらいですよね。なんか戦艦、なんていうんですっけ、なんか戦艦ヤマトのね、なんか最後、なんか横っちょの何でしたっけ、なんか他の軍艦に乗って特攻作戦やったんですけど、たまたまね、海に落っこって、助かったっていう人なんですね。その後、建築家になって、なんか霞ヶ関ビルとかね、京王プラザホテルとか設計した人だそうなんですけども、まあ、戦争で死にかけたんですね。で、その後、その日本で有名な、著名な建築家になったんですよ。で、その人の息子さんも出てたんですけど、なんかその、息子さんに対して結構ひどいこと言ってたんですね。もう、新しい教育を受けてるから、話が合わないと。戦後民主主義教育を受けてるから。で、ある日 息子と対立して話し合うのやめたって言ってて、で、その息子さんも、ある時から親父が何言ってもうんってうなずくことしかしなくなったと、話し合いしてくれなくなったって言って、で、大人になってからっていうか、まあ、その方もね、息子さんも多分40代か、10年前の番組の再放送だったんで、40ぐらいになってるんだと思うんですけども、もうだから戦中派の人と子供がもう話が合わないんですよね。で、話が合わないから、もう話し合わないっていうふうになってて、で、結局ね、仕事が忙しくて、日曜日の朝一緒にご飯食べるぐらいでしか合わなくて、もうほとんど会話しなかったと。で、ようやく自分が40代ぐらいになって話すようになったと。で、ようやくでも話してみた時に、まあ、なんかその、まあ、自分の父親のことが分かったって言ってね、その戦争体験とかも分かるようになったと言ってましたよね。だから、その戦争体験のある人が平和に対して思うのと、なんかその戦後民主主義教育の中で、なんかお題目のように平和主義を学んだ人とは、まあ、全然違うってことですよね、おそらくね。で、かなりのジェネレーションギャップがそこであるのに、まあ、我々の世代とかね、それの下なんで、さらなる ジェネレーションギャップがあって、まあ、なんか同じ平和の概念なんていうのは全然共有しないですよね。概念としてよく分かりませんって斎藤さん書いていただいてるんですけど、そりゃそうですよね。
何も共通の基盤でも何でもないですよ、日本人にとって。まあ、今90ぐらいでご存命の方でね、戦争にちょっと触れた人たちが思ってる平和っていうのと、まあだから平和の式典とかもね、なんかやってんのも、ああいうのに行って分かったって言いますよね。その、まあ我々そんな、まあそのね、沖縄とかね、広島とかで平和の祭典だってやってて、ああいうとこに生まれ育てば平和に対する思いってまた別のね、語り継ぎ方があるんで、わかるんでしょうけど、まあ、それ以外のとこ住んでるなんだか、全然経験的にわかんないですね。で、何が平和の尊さなんて全然ピンとこなくなってきちゃった。言葉として実感がないっていうか、なくなっちゃいますよね。で、学校教育でいくら教えたってそんなもんピンとくるもんじゃないし、まあでも、裸足の件とか読んでわかるのかっていうとそうでもないし、なんか、そうなっていっちゃってるのは感じますね。戦争さえなければ平和なのかという問題がありますね。うん、おっしゃる通りですよ。だから今の状態が平和だと思ってないですよね。あ、なんか、生き馬の目を抜くような生活してて、すげえつらいっていうのもあるし、それが戦争状態とどう違うんだとか、もうだからその比較のしようがないからね、まあ分かんないですよね。そういうのはある。そんな、ヨーロッパで作ったその平和の枠組み、なんとか体制なのね、そのウェストファリア体制とかね、ウィーン体制とかって、一応戦争を経て作られてる体制ですよね。だけどまあ、その第二次大戦の後に、なんか戦争はまあ日本がただ行って東アジアのね、国家にまあ侵略してったせいでそうなったんですから、まあそれはまあ日本からしてみれば植民地解放だっていう、欧米の植民地解放してやるんだっていう建前あったんでしょうけど、まあ実態はそんなこと思われてなかったんですから、その後に出てきたね、戦後体制っていうものに対して、まあ結局ソ連とアメリカが作っちゃったもんですから、自分たちなんか作ってないんですからね、話し合いもしてないし、で共通の土台もないわけですよね。ですごい、だから結局アメリカに介入してもらわないと東アジアの体制っていうのは安定しないっていう状態になっちゃってるんですね。私の父親も冷戦を作ってました。夜は明かりをつけて寝てました。暗くして寝れる私は幸せです。ああ、そうなんですか。なるほどね。明かりをつけなきゃ寝れなかったってことですね。まあだから、まあ父親とかがね、その戦争体験があれば違いますね。もう私の世代なんてもう全然戦争体験のない、まあ、ただ日本が貧しい頃生きてきた両親に育てられたんでね、まあ、貧しさをから脱出しようっていう気持ちはありますよね。だけどそれ平和への思いとはまた別ですからね。なこと思いますけど。で、続きですね。どこまで読んだっけ。どちらの場合にせよ、緊密な日米関係が日本の穏健さを保つための死活的な貢献をし、他のアジア諸国に対する大きな保障となろう。中国やその他アジア諸国にとって、日本の軍事力がアメリカと結びつくことよりも、純粋に日本の軍事力の方が心配なのである。そして日本は最終的にはアメリカに頼れるということ、かっこ、たとえ以前ほど包括的ではないにしても、がある限り、大きな軍事力は必要ないと判断するであろう。北東アジア、かっこ日本と韓国においては、アメリカの実質的な軍事的プレゼンスが必要とされる。これがなければ、アジアにおけるアメリカの恒久的役割に対するコミットメントは信頼を失い、日本と中国はより国家主義的な行動に走りがちになり、結局相手側に対して、さらには両国間にある干渉的な国々に対してその行動を向ける誘惑に駆られるだろうということですね。まあ日米同盟がある限り、日本だけが純粋に軍事力を追っかけることはないわけですから、他のアジアの諸国は、まあそれなりに安心できるってことですね。これはまた日米同盟がなくなると、日本がどうなっていくか分かんないよ。日本人自身も分かんないですからね。だから、
まあ、瓶の蓋理論ってやつですね。日本自身が瓶の蓋で封じ込めとかないと、日本の潜在的力がアジアのバランスオブパワーを壊すってことになっちゃうんですね。そうするとまず中国と対立するし、まあそうなると朝鮮半島っていうのはその対立の狭間にあって、まあなんか、まあ厳しいってことですね。不安定になっていくってことですね。これはでも、ね、そう言われると、私はね、日本人としてそれを感じますよ、やっぱね。なんか、だから瓶の蓋が開くと、まあ、だから超国家主義になっていくってことですね。国体っていうもんが、やっぱり日本の根本にあるもんが出てきちゃいますよね。で、それはいい悪いじゃないですよね。日本の文化ですからね。それは野放しっていうか、ある程度の縛りがあって、日米同盟、安保条約っていう中にあれば、こんなに、まあ、抑え込まれてるんでしょうけども、まあ、アメリカ、まあ、だから、韓国、日本の駐留米軍が引き上げていくと、引き上げていってほしいのは思うんですけど、引き上げた後、じゃあ日本がどうしていくんだっていう問題に関しては、日本人自身が何も考えてないんですね。で、考えるとしたら、また戦前みたいになっていくと。膨張していくっていうかね、なんか、まあ、東アジアの盟主だって言い出して、軍事力増大させていく可能性ありますよね。まあ、完全に平和主義だって言って、軍備を減らしてですよ、もう丸腰に近い形で、平和主義の理念を実現するなんて、ここになんか これだけは絶対に行かないっていうのは分かるんですよね。だって一緒に住んでる日本人を見てればそう思いますもん。そういう方向に賛成するなんて人、誰一人いないっていうか、そんなもん手挙げてくださいって言ったって、みんな下向いて散らばっくれるっていうのは、それは、まあ思いますよ、やっぱりね。悲しいことにね。歯止めが効かない。そうなんですよ。自分たちに歯止めが、あ、犬こぎさん、こんばんは。歯止めが効かないっていうのがあるんですよね。まあ、丸山さんが言った次々にになりゆく勢いっていうね、日本の 次々になりゆく勢いっていうのはあるわけですね。日本の小僧とかいう本、中世と反逆に入ってますけども、一度膨張するとすげえバーってね、歯止めが効かなくなるんですよね。それはだって自分たちの心の中にそれがある程度あるような気がするんですよね。歯止めの効かなさっていうのはね、なんかまあエロスとタナトスが溢れてきちゃうみたいな、まあ、三島由紀夫の文学とかによく現れてんじゃないですか。だから、いやー、まあもうさ、自分たちの中にあるもんだからね、歯止めを自分たちに効かせられりゃいいんですけども、その歯止めが何なのかはよく分かんないですよね。で、続きです。日米関係を共通の地政学的利益に基づいて再び活性化し、明確するにあたっては大きな障害がある。経済摩擦はよく知られている通りであるが、文化的障害がより根深い、深い根を持っていたということになるかもしれない。この障害は、両国の意思決定の方法の違いに顕著に表れており、非常に厄介で時には激しい感情的な対立の原因にもなる。アメリカでは政策決定者の地位に基づいて決定がなされる、すなわち権威のある人、多くの場合が大統領であり、国務長官の時もある。が、多かれ少なかれ、地位の力によっていくつかの選択肢の中から決定する。日本の場合、コンセンサスによって動く。たとえ総理大臣であっても、一人の人間には決定する権限はない。決定を実施しなければならない人は皆コンセンサス形成に従事する。コンセンサスは満場一致を見るまで完全とは見なされない。だ、日本の政治はコンセンサスで動いてるんですね。アメリカの政治っていうのは大統領のが選択肢、オプションの中から決定すると。まあ、オプションを作るのはね、そのシンクタンクとかなんかいろいろあるんでしょうけど、アドバイザーとかいて、その中から1個決めるんですよ。でも日本人はコンセンサス、なんとなく場の空気で行こうっていうのを決めるわけですね。だから、まあ、安倍さんっていうのは別に、安倍晋三現象だと思うんですよね。安倍さん自身が悪いって話じゃないんですよ、おそらくね。あのコンセンサスを一部の人が作って実体化させてる状況が、今の自民党の右派の人たちとかにあるわけですよね。で、そのコンセンサスが、まあ、
みんなの満場一致だって言ってるわけですよね。だから忖度の問題ってそうですよね。コンセンサスがあるんですよね。官僚の方がおもねって忖度するっていうのは、何にも指令を受けてなくても、醸し出してるコンセンサスに自分から寄せてってるわけですよね。森友問題もそうです。加計問題もそうかもしれないですけど。で、そのコンセンサスを作り出す磁場が、安倍さんの周りにあるんですよ。すごい磁場が。安倍昭恵さんも、含めて。で、それで政治が動いちゃってるんですよね。だから決定なんかしないんですよ、別に。で、今の外交的に全然蚊帳の外にあるのも、別に問題にされないわけじゃないですか。で、欧米の基準で考えれば、こんな蚊帳の外になってて北朝鮮問題なんて恥ずかしいって話なんですけども、でも日本の中で見ればコンセンサスの中で決まるんだから、まあ別に誰が責任、外務省が悪いとか、なんとかあるわけじゃないんですよね。だから、誰も責めないし、まあ批判する人はいくつかいたって、そんなもんもう少数派で、なんかもう場の空気で、まあしらばっくれて、いや別に恥ずかしくないでしょみたいなこと言って、そのままそれがコンセンサスになれば別に恥ずかしくないと。ほんで進んでっちゃうってとこはありますよ。選択なんかしてないですよ。コンセンサスが決めてんですよ。それは思いますね。必要条件と十分条件の違いも分かってない大人がいるようですね。成績アップのためでなく、必要条件を多く集めれば十分条件に一点化すると本気で思っていて、状況証拠で容疑者を追い詰める人たちが。まあ、日本の司法制度がそうですよね。もう、本当に 推定無罪でやってますなんて嘘つけって話ですよね。絶対やってないですよ。まあ、黒だって言ったらお前黒だって自白するまで取り調べるからなんて、もう結論ありきでやってますよね。だってあまりにもほら、状況証拠だけで死刑とかにしていくじゃないですか、どんどん。でも、あれがだってもう、それ欧米の基準では推定無罪ですよって言いますけどね、デュープロセスオブローだとか言いますけど、そんなもんあるわけないですもんね。ないっていうのはもうだって、見えてますよね。その森友問題の佐川さんの証人喚問なんかもう、十分、そういう話になってきちゃってるんですよね。だからコンセンサスです。みんなこいつは黒だってコンセンサスがあれば、別に死刑なんか執行したっていいっていうことになってんですよ。選択肢に対してね、条件見てくっていうことじゃないんですよ。コンセンサスで次々と成り行く勢いで死刑にしていくっていう 司法が行われてること自体が、これはもう、でもずっとそうで、で、それよくよく、ヨーロッパの基準で考えたときおかしいってわかる話だって、別にヨーロッパの基準なんて考えなきゃですよ。そんなもん、ウォーカー裁きってことないか。まあなんかそんなもん、もともと人相の悪いやつはやってんだろっていう決めつけで 印象だけで、まあ国民感情に司法がこう左右されてますよね。もうおそらくね。真相の究明よりコンセンサス、国民のコンセンサスに合わせるように法を運用してますよ。それがね、まあもうそれ当たり前になっちゃってるし、で批判の声も上がんないじゃないですか。いくらそれは近代国家としてどうなんだとか思いますよ、それは。だけど、そんなもん、直しようがあんのかって問題なんですよね。今から近代人になってね、法の支配の下で自分たちで国家運営していけるのかっていうね、そんな気さらさらないんじゃないかって思うんですよね、私。歯止めが効かないのは欲望が原因か。歯止めが効かないのはコンセンサスで動いてるからですよ、みんな。私もよくそう思います。むごいな、逆に何でも正しいという大人もいますね。最低限の論理ぐらい感じてほしいです。そうなんですよ。まあ、何でも、ある程度話し合うと、もう感情的にスイッチが入ってくるってことですね。で、客観的にそんな条件、私も必要条件と十分条件の違いが分かってるかどうかって言って分かってないんですよ。説明しろって言って説明できないですからね。
でもそれを何回も繰り返し、なんかやっていかなきゃいけないんですけども、でもそういう沼地ですからね。この国は沼地だって、もう沈黙の話になっちゃう。多数決以外の意思決定方法が必要なんでしょうか。ほら、ルソーが言ってるのは、多数決っていうのは多数決で決めるっていう合意があるわけじゃないですか。少なくとも1回。だからよくその選挙結果ですよ。選挙やるってことは選挙で決めるって合意があるわけじゃないですか。少なくともね。で、その合意がなきゃ、勝手に一部の人だけで選挙をやりだして、行った人だけで決めてるって話になれば、それは投票所を襲って、投票用意し、し、や、焼くと、焼くと思いますよ。だけども、多数決で決めようっていう合意は一回あるってことですよね。で、その合意はありますよ、日本人にはね、コンセンサスは。だけど、投票率が53%ってことは、選挙で決めるって合意はしてるけど、選挙には行かないっていうことをしてるわけですね、半分ぐらいの人は。で、行った人だけで物事進んでいくってことですよね。で、それで、まあ、文句言わないわけですよね。で、そういうふうにやってること自体は、やっぱ、選挙ってものは、はっきり言って形式的にやってるだけに過ぎないってことですよ。で、他のことはもうコンセンサスで決まってるんですよ。って言った方が良くないですか。だって選挙で決めようっていうコンセンサスの中に、もう投票なんかしなくてもこういう方法でやろうっていう雰囲気が、もう空気が作られてるってことですね。で、選挙で決まったことなんか別にそれをただ確認してるだけの話だって、まあ、それ以前にもうコンセンサスで進んでるってことですよ、全てのことは。 でもそのコンセンサス自体をちゃんと だって公文書改ざんするってそういうことじゃないですか。 だって公文書ってものを信じてないってことですよね、基本的にね。で、合意があるんですよ、どっかに、みんなの合意が。で、忖度とか公文書とか、書面でなんか残す、まあ、少なくとも公文書で書面で残すなんてやりたくないんですよね。だってコンセンサスで動いていくもんだから。公文書残されると後でいろいろ言われるから、できる限り残したくないわけですよ。で、全然公文書なんか信じてないんですよ。で、ずっとそれ、日本の歴史上政治はほとんどコンセンサスで動いてるから、公文書残してちゃんと検証しましょうなんていうことは、誰もそんなもん信じてないってことですよね。だから選挙自体だって、もうその投票ってこと自体は公文書残すようなもんですよ。形ばかりやってるだけであって、形ばかりのデモクラシーやってて、実際はデモクラシーなんて政治なんか動いてないんですよ、悲しいことに。おそらくその前のコンセンサスの方がよっぽど重要なんですよ。 っていうところでかなりの部分が動いてるってことですよ。だって会社の方針とか聞いてて、なんか社長とか取締役がなんとなく決めてると、で、なんとなく決めてることをじゃあ論理的に説明してくださいって言ったら、どこの会社の社長だって取締役だって説明できないですよ。なんかコンセンサスで動かしてるだけですもん。やっぱり中国共産党がいいっすね。毛沢東は戦争などの主体は全部地帯に、全部地面に埋めていたみたい。まあ中国はね、ちょっと 中国の話はちょっと私はよくわかんないんで。まあでも農民数が多いですよね。識字率が低いところで、共産主義革命やったわけですから、識字率20%ぐらいですよ。おそらく毛沢東のいた頃ね。それで共産主義革命が起こるってことは、それははっきり言えば、そんなもうイデオロギーとかなんとかじゃないですよね。なんかまあ共産党っていう山賊みたいなのが、ただ実験、イデオロギーは、毛沢東にはイデオロギーあったと思いますよ。でも基本的には毛沢東語録とか読ませてね、だからそれでもう内容を理解してるかどうかって話じゃないじゃないですかね。ちゃんと食わして面倒見てくれるかどうか、まあ食わしてもくれないけど、その後イデオロギー教育ですよね。まあ洗脳ですよね、基本的に共産主義っていうのはね。まあそれもろくでもないと思いますけども。だから1984年の世界ですよ。真っ白なとこにまたなんかイデオロギー入れて、一律人民にしてるだけであって、主体性なんか何もないんですからね。
ウイケンさん、神保さんと宮台さんの受け売りでした、ね、そう、あれでも小室直樹先生のね、何でしたっけ、数学の本がある、あるじゃないですか。あそこに必要条件と十分条件分かってねって書いてますよね。まあ、宮台さんもそれを読んだんじゃないですかね。カルテは信じてください。 まあカルテぐらいだったらいいですけどね。他の公文書は、だって公文書なんか大切だなんて思ってないですよね。文化大革命とは修羅場です。なんであれが起こったんですかね。まあ養老孟司先生が書いてましたけどね、なんでその学生運動が起こったかっていうと、ある程度豊かになって学生が暇になったから政治に目覚めて、まあ1960年代後半にああいうことが起こったっていうんですね。大きい国ほど革命が成功するのかな。 だってソ連とか中国って識字率低かったんですよ、革命が起こった時。だから一部のインテリがやったわけですよね、革命を。ということですよね。で、フランス革命っていうのは、かなり進んだ国で行われたんで、ちゃんとその啓蒙主義っていう土台があるわけですよね。それは公文書を大切にするとか、抽象的概念で話し合うとか、法の精神、モンテスキューの法の精神とか出てるわけですよね。で、ちゃんとそのある程度の、何ですか、リテラシーがある人たちが起こしたのがフランス革命ですよ。だから合法的にやってます、一応。まあ、非合法に見えてね、そのルイ16世だって、なんで処刑されたかって、憎しみで処刑されたわけじゃないんですよね。あれ、国民公開でちゃんと議決したわけですね。議員たちがみんな呼び出して、なんでフランスから逃げようとしたんだと、バレンヌ逃亡事件で逃げ出したわけですね。国境付近で捕まって連れ戻されて、議会に入れられて、で、裁判を受けてるんですね。で、その裁判の過程は、一応、形は一応合法的にやってるわけですよね。で、合法的にみんなで採決取って死刑にしてるんですよ。なんか一票差かなんかで。まあ、その採決が仕組まれてたといえば仕組まれてたのかもしれないですけども。で、やってますよ。だけど、ほら、ロシアとか中国の革命って基本的に暴力でやってる革命ですよね。一部のインテリが暴力でやった革命みたいなもんで、まあ、中国共産党の場合は国民軍とね、戦ったってのはありますけども、内戦ですよね。まあ、ソビエトは、まあ、なんですかね、まあ、あれを支援した人たちがいたんですよね、ドイツ人とかね、レーニンとかね。まあ、ちょっとその辺の、歴史は私もよく分かんないんで。ということですね。だからまあ、日本の政治風土って、そう、コンセンサスがあるわけですよ。どこだってなんか地方の有力者がまあ適当に話、大体決まってるんですよ。決まってて、まあそっちの方向でっていうのは、まあ隅々まであるわけじゃないですか。で、いくら正しい原理的なこと言っても、なんか日本共産党みたいになっちゃうじゃないですか。なんでただ口だけ言ってて、政権取ろうなんて持ってないって話なんですよ。まだ口だけ正しいこと言う偽善者だって思われるだけの話で、何の実効性もないですけどね。実効性もないっていうか、まあ、口だけ正しいこと言う人も、まあ、いてくれてもいいんですけど、なんかほら、やっぱ政治の実態がコンセンサスにあるってと思えばですよ、なんかガチガチに法的に進めていくってことをやると嫌がられるっていうかね、法律持ち出されるとそこまでしなくてもみたいな感じになるんじゃないですか、今だってね。ちゃんとは、いや、いじめ問題一つ取ったってそうじゃないですか。なんか、弁護士とか、じゃ弁護士に連絡しますとか、学校の先生言われちゃうと、びっくりしちゃうじゃないですか。いじめ問題っていうのは、そんな学校と保護者と PTA で話し合えば解決するなんて、私信じられないんで、弁護士と市議会議員の先生連れてきますとか言って 最初からですよ。でも、もう被害届も、ね、なんか、警察に出してありますとか言って、みっちり、やるって方向になかなかなんないじゃないですか。本当にいじめ問題解決するんだったら、まあ、法的な問題しかないわけですよ、本当はね。だけど、まあ、子供の教育上、そういう法律でいじめ問題解決するのは教育上良くないっていう、なんかコンセンサスがあるから、なんかそら、教育委員会とか学校、ね、まあ、隠蔽体質になっちゃうわけですね、どこもね。だ法律でなんかやってないわけですよ。コンセンサスですよ、本当に。
続きです。こうしてアメリカ大統領と日本の首相が会談するとき、実質的な相違が誤解によって増幅されることは避けられない。アメリカの大統領が同意を表明するとき、それは行動を意味している。日本の首相がする同意のときは、アメリカの立場に同意したというよりも、むしろアメリカの立場を理解はしたから、あとは彼のコンセンサスグループに委ねるということなのだ。首相の権威はそれ以上には及ばないことを前提としている。アジアの将来に関する交渉を実りあるものとさせるためには、アメリカはより忍耐を必要とし、日本は将来の協力関係の究極的基盤である長期的政策を真面目に話し合う姿勢を取らなければならない。だから安倍さんとトランプがね、なんかもう仲良かったわけですよね。仲いいと思っちゃうわけですね。なんか本場のゴルフクラブ持って挨拶、いち早く駆けつけて挨拶したのにもかかわらず、冷たくされてるわけですね。今まで甘い汁ばっか吸いやがってって、お前、北総演出だろうとか言われちゃったわけだし、北朝鮮の問題だって勝手に話進められて、あと事後報告されてると。まあ、アメリカの大統領が同意を表明する場合、行動を意味してると。だからゴルフクラブ持って会いに行ったのは、まあ、日本の政治風土からやコンセンサスができてると。トランプさんとはコンセンサスができてますって話になるんですね。官邸とかはね、おそらくね。だけど、トランプからしてみれば、別に同意っていうのは行動につながってるもんだから、別に挨拶に来られたって別に同意してるわけじゃない。コンセンサスができてねっていうことですね。その文化的なギャップがですよ、まあ、見えてきますね。今まで仲良くやってたのに、なんでこんなはしごばっか外されてんだと思うじゃないですか。それはでも日本の政治風土がコンセンサスで、挨拶に行ってくれたら喜んでくれたと。いつも優しくしてくれると。4月も、なんか、何でしたっけ？今度行くじゃないですか、4月中旬に、安倍首相。なんか、またゴルフやるらしいんですね。で、とりあえず、なんか 何ですか、2ラウンドぐらい回ると。なんなら3ラウンドぐらい回ってもいいとか、なんかトランプが言ってるらしいんですね。で、彼がゴルフが上手いかどうか関係ないって言ってましたよ。だから、とりあえずゴルフやろうと。アメリカ人が言ってる、ゴルフ友達としては認知されてんですけども、だけど 政治的なコンセンサスはないんですよ。ゴルフ仲間としてはいいやつだって話になっちゃってますよね。わざわざ言って、なんかゴルフね、2ラウンドも3ラウンドも回ろうっておかしいじゃないですか、だってね。でもほら、日本側からすると、こんなゴルフ2ラウンドも3ラウンドも回ってくれるってことは、ほら、蜜月なんだと。トランプと安倍さんはもうよく分かり合ってんだって話にすり替わっていくんですよね。ということですよ。日本入ってくると話はまとまらないからしゃあない。まあ まあそうなんですけどね。 じゃ、嫌われてるってことじゃないですか。入ってくると話がまとまらないって、嫌われてるってことですよ。じゃあ、全然、相手にされてないのか、お味噌扱いなのか、嫌われてるか、どっちかじゃないですか。だって、スカイツリーさん、思ってみてください。友達の、ね、仲のいい友達グループがいてですよ。スカイツリーさんだけが、君が入ってくると話がまとまらないって言われたらどう思います？それはいじめられてるか、嫌われてるか、どっちかですよね、それね。自分がその立場だってどうだってことですよね。だけど、なんかゴルフ行こうって言ったら呼んでね、すげえ毎日ゴルフやってくれるけど、大切な時はお前がいると、話まとまんないから来んなって言われる、いう扱いされたら、じゃどうなんだって話ですよね。なんか、話になっちゃいますよね。斉藤さん、ルイ14世以来バレエの好きな私、信者バレリーナ、ヌレエフの亡命を手助けしたことは評価します。文化芸術好き、意外と信者。あ、そうなんですね。芸術好きなんですね。女好きだっていうのは聞いたことありますけどね。ロシアなら胸をあっちは猪木。ああ、北朝鮮よね。アントニオ猪木さんは、なんか、深い関わり合いがあるんじゃないですかね。あんた猪木さんって、でもロシアにもすごい深いつながりあるんじゃないですか。
ね、あのほら IWGP 構想ってのはほらなんか IWGP だっけ、なんかほら各国代表呼んでたんですよね。なんでヨーロッパ代表がなぜか前田明なんですね。ヨーロッパチャンピオンが前田明だっていうのはよくわかんないんですけど、なんかその五大陸の一番強いレスラー呼んできてね、なんか一番世界で一番強いやつ決めるみたいなことやってって、のほら結局ロシア人のレスラーとかなんか付き合いがあったんですね。それがなんかロシアってスポーツ大国だからね、なんかすごい関係があるんですよねあれね。ということですね。で続きですね、奇妙にも日米関係の賢治は米中関係の 裏面だとも言える、中国文化に強い、あちょっと飛ばしちゃったか、あいいか、中国文化に強い親近感を持ってるにもかかわらず、日本は中国への憧れと恐れ、友好を望む気持ちと支配の欲求との相互に悩まされてきた。米中関係が緊張すると日本はアメリカから離れる方向になりがちだ。これは中国に対する日本の影響力を増強するためでないにしても、アメリカに追従することで中国への影響力を小さくしてしまわないように、するのである。同時に日本がアメリカから完全に離れて純粋に日本自身のやり方を取れば、北京では日本の支配欲の表れと受け取られかねない。このようにアメリカが中国と良好な関係を保つことは、日中の友好関係のみならず日米の長期的な友好関係にとっても前提条件なのであるということです。日米関係、日中関係が悪くなると日本はアメリカから離れるんですって。今まあ貿易戦争だって言ってなんか、まあ、ちょっとグラフのように見えますけど、仲はいいんでしょうけどね、仲悪くなると今度は日本はアメリカから離れると。でなぜかっていうと、アメリカと一緒に中国から離れていくと中国に対する影響力が少なくなっちゃうからですね、ということですね。で日本がアメリカから完全に離れて日本自身のやり方で中国と対応すれば、それは中国の北京の方では日本が支配欲を出してきたっていうことで恐れられるっていうか、いやあのまあ警戒されるってことですね。だからアメリカと中国が良好な関係を保つことが日中関係を良くすることだと、まあ、っていうふうにキッシンジャー言ってるんですね。キッシンジャーっていうのはまあ中国から副島先生曰く中国から金をもらってるあの人だって言われてますからね。まあ中国寄りのことしか言わないと基本的にね、中国の悪口なんか絶対言わない人なんですねこの人ね。で続きです。それは三国とも大きな犠牲を払うことなくしては放棄しえない水の萌えの関係である。またその関係はアメリカにとって完全には居心地が良いとは感じられないものである。なぜならこの関係はある国を敵か味方かすっきり区別するアメリカの従来のやり方に相反するからだ。まあ三つ巴で持ちつ持たれつやるのが一番いいんですけども、日本にとっては一番いいんですけど、アメリカ人はそれが嫌だと。敵か味方が分ける外交政策だから、なんかよく分かんねえ関係性でいるっていうのはちょっと外交上、我慢ならないってことですね。で続きです。全ての大国あるいは潜在的大国の中で中国は最も交流しつつある国だ。アメリカはすでに最も力のある国であり、ヨーロッパはこれからより統一を強めなければならない。ロシアの足取りはロシアは足取りのおぼつかない巨人であり、日本は裕福だが今のところは臆病な国である。しかし中国は年 10% の経済成長率と強い国民の団結と、さらには強い軍隊を誇り、主要大国の中での地位を最も上げるだろう。1943年にルーズベルトは中国を4人の警察官の1人として考えようとしたが、中国はその後内戦の混乱の中に沈んでしまった。毛沢東時代の中国は独立した大国になろうとしたが、イデオロギーのために視野が狭くなって挫折してしまった。イデオロギー的な衝動を過去のものとした中国の改革派の指導者たちは、巧みさと必要さとをもって中国の国益を追求した。中国と対決する政策を取れば、アメリカはアジアにおける孤立の危険にさらされる。アメリカの誤った政策の結果と思われる中国との政治的対立において、アメリカを支持しようと思う、あるいは支持できるようなアジアの国は一つもないだろう、
ということですね。アメリカと中国が対立すると、アメリカはアジアの中で孤立するってことですね、ますます。だから一応仲良くやんなきゃ、今貿易戦争だとか言ってますけど、まあ、基本的には対立しないってことですね。対立するとアメリカに味方する国が一個もないって言ってんですね。日本だって、まあ米中がね対立すればやっぱり中国への影響力が少なくなるから、アメリカから離れていくってことです。まあさっき書いてた通りですね。ということがあるってことですね。で、続きです。ほとんど、さらに、さらにそのような状況になれば、まあ、中国とアメリカが対立すればですね、アジアの大部分の国は内心では望んでいなくても多かれ少なかれ、アメリカとは距離を置こうとするであろう。ほとんどどの国もアメリカが中国と日本の両国を含む安定した長期的枠組みを構築していることを期待しているからだ。米中が対立した場合、日中両国ともこの枠組みを失ってしまうのだ。だからアメリカ、日本と中国もアメリカを媒介としなければ仲良くできないってことですね。ってことは言ってんですね、キッシンジャーは。まあ、これでも説得力ありますね。確かにそうじゃねえかって思いますけどね。世界で最も長い間独立した外交政策を取り、外交政策の基盤を自国の国益に置く伝統を持つ中国は、中国が恐れている近隣諸国、日本、ロシア、その度合いは低いがインドに対抗する力として、アメリカがアジアへ関与することを期待している。ただし、アメリカが中国の安全にとって潜在的脅威と考えられる国と、中国と同時に友好関係を持とうとする場合、これはアメリカの正しい姿勢であろうが、米中間での慎重で規則的な対話が必要になる。まあ、中国がずっと独立した外交政策を持ってて、自国の国益しか考えてない国なんですね。だから外交交渉をする上でアメリカがアジアに関与してくれることはウェルガムだってことですね。中国は一国で覇権国になって周りの国を管理していくなんてことは中国はできないですよね。だって自分勝手になっちゃうんですよね。そうすればもう周りの国なんかみんな中国包囲網になっちゃうんで、だったらアメリカが一枚噛んでくれて、まあ、バランスオブパワーっていうか、まあ調整なんか長期的枠組みをアメリカが構築してくれた方が、まあ、中国にとってありがたいと。中国は他の国のことなんで基本的に考えない、自国の国益しか考えてないってことですからね。でもアメリカが中国の安全にとって潜在的脅威と考えられる国と友好関係を持とうとする場合、まあ、日本とかロシアとかと友好関係を持とうとすれば、米中間は対話が必要だと、規則的な。で、続きです。1989年の天安門事件後の4年間、この対話はアメリカが高官レベルでの接触を拒否したことによりタブーとなってきた。天安門事件があった後4年間全く対話しなかったんですね。まあ、天安門事件自体がどういう形で起こったのかよく分かんないんですけども、まあ、だからアメリカの CIA が関与してるって噂もありますけども、まあ、民主化運動ね、弾圧したわけですね、武力でね。で、あの民主化運動はじゃあ誰がやったのか、自然発生なわけないってことですよね。どっかが金出して やってるってなると、あ、日本のね、そのあれですよ、安保闘争と一緒で、まあ、CIA から金が出てるって話になっちゃいますね。で、ああいうことするから、そういうことしたんですよね。したから4年も規則的な対話やめたわけですね。で、対話をしないっていうのは、これは冷戦の絶頂の頃ですらソ連邦に対しては取られなかった措置である。こうして人権問題が米中関係の中心問題となった。冷戦関係よりも全く断絶した状態が1989年から4年間あったんですね、米中の関係の中で。クリントン政権は懸命にも高官レベルでの接触を再開した。これによって今後の米中関係は本質的にこの協議の内容にかかってくる。アメリカが人権と民主主義を重んじる従来の価値観を捨てられないことは明らかだ。問題はアメリカがそのレランの価値観を進めるべきかどうかではなく、米中関係がそれらの価値観にどのように依存しているかなのだ。中国は米中関係は両国の相互利益に立脚したものではなく、途切れるも続けるも途切れるもワシントン次第だというアメリカの行為の上に立つものであるとほのめかされていると受け取って屈辱的に感じる。
アメリカはこのような態度により押し付けがましい信頼できない国に移る。そしてその信頼性のなさが中国から見ると大きな欠点なのだ。クリントンが高官レベルの接触をして、まあ今もね、緊密にだから行ったり来たりしてますよね、習近平とはアメリカ大統領っていうね。で、高官レベルでもずっと話し合ってると。で、そういう関係がないと、まあ、中国人っていうのは、まあ、アメリカが介入してくれないと東アジアの問題、中国がなんかどうするか分かんないってことですね。だけど、民主主義とか人権を押し付けてこられると困るってことですね、中国の方は。そんなもんないですからね、デモクラシーも人権もないんですから、ほとんど。で、押し付けられると屈辱を感じると。ということですね。まあでもアメリカっていうのはね、人権とデモクラシーが大切だっていう人たちですからね。でもそれでも話し合いを続けていかざるを得ないんですね、その人権もデモクラシーもない中国とね。で、そういう全然相入れないものが定期的に話し合いしてくれることによって、東アジアの安定っていうのは保たれてるってことですね。続きです。自らの存在する地域で、すなわち中国の知ってる全世界において、歴史上いつも優位に立ってきた中国に対して、その制度や国内の慣行を外から規定しようとする試みは強い反発を買うのである。こうした一般的な感じ方は、西側が中国に関わってきた歴史によって増幅されている。19世紀初期のアヘン戦争によって無理やり解放されて以来、中国にとって西側は絶え間ない屈辱をもたらす相手であった。地位の平等を主張し、外国からの指図に屈しないことは中国の指導者にとって戦術だけでなく道義上の責務である。中国っていうのは文化的にへこへこ周りの国と仲良くやろうなんて気がないわけですね。で、アヘン戦争以来無理やり解放されて屈辱ばっかり受けてきたと。だから外からなんか人権を大切にしろとか民主主義をやれとか言われると、頑なに嫌がるってことですね。 だから押し付けちゃいけないってことですね、おそらくね。中国がアメリカに求めるものは、強力で貪欲と考えられる近隣諸国とバランスを取る戦略的関係だ。この面で外交政策の調整を実現するなら、中国はそれが自国の意思によるものとしての形でを取れればであるが、人権問題でいくらか譲歩する用意があるかもしれない。しかし公然とアメリカが条件を設定しようとすれば、中国では中国社会をアメリカの価値観に改宗させようとする試み、したがって屈辱的なものと受け止められ、アメリカが問題を真面目に考えていないとみなされる。というのは、そうしたアメリカのやり方は、アメリカがアジアの均衡そのものには国益を持たないことを意味するからだ。もしアメリカがアジアの均衡という目的のために役立つのではなければ、中国としては譲歩するだけの利益はない。米中関係の鍵は、逆説的に人権問題においても世界の特にアジアの侵略に関して暗黙に協力することにかかっているということです。中国を立ててくれればですよ、アメリカが。まあそれなりに折れてくれ、譲歩してくれると。だけど人権問題ガンガン押し付けてくれば、それはアメリカに対して反発するってことですね、中国ってのは。で、その人権問題を押し付けたり民主化しろとか言ってくること自体は、なんでそんなことを押し付けてくるかって言うと、アメリカがアジアの均衡そのものに国益を持たないことを意味することになっちゃうと。まあ、人権問題でね、なんかいろいろ煽って対立煽るようだと、アメリカ結局東アジアで戦争を起こってくれた方がいいと思ってるってことになっちゃうわけですね。で、そうすれば漁夫の利を得るって思ってるっていうことになると、っていうふうに疑われちゃうってことですね。で、アメリカがアジアの均衡という目的のために役立つんじゃなければ、中国はアメリカに譲歩する利益はないってことですね。人権問題でアメリカが譲歩することはないでしょう。まあヒラリーの時とかよりは言わなくなる。トランプなんか人権問題興味ないですからね。 だから今一応中国に対して人権問題をトランプが言うってことはちょっと想像できないですけどね。民主化とかね、言わないですよね。オバマとかヒラリーだったら言いますけどね。
民主党政権ならね、今は言わないから、まあ実質は仲いいってことですよね。まあ、それはキッシンジャーはトランプの外交顧問ですから、実質上ね、まあ、アメリカの今の国務省なんかキッシンジャーの考えてる通りにやってるんですから、まあ中国とすれば今譲歩できますよね。別にあの人権とか押し付けてこないんですから。一応貿易問題だって人権さえ押し付けてこなければ譲歩すると思いますよ。貿易戦争やっててさらに人権とか民主化まで要求してきたら、これは中国が頑なに拒否してすごい関係悪化しますよね。で、悪化すると何が起こるかっていうと、日本はアメリカから離れていくってことですね。独自 の中国に対する、外交政策を取らなきゃいけないから、アメリカに追従してると、中国への影響力がなくなっちゃうんで、日本は日本で独自にやり始めるってことになるってことですね。ここから読むとですよ。だから米中関係の鍵は暗黙に協力することですね。まあ、あんまり中国の人権問題とか民主化問題は言わないで、くれれば、まあ、アジアの均衡を保つ程度のアメリカの介入っていうのは中国も喜ぶところだということになってるんですね、これね。そういうなんか複雑な関係がこの2国間にあるってことですね。元ウクライナ大使の馬淵睦郎の分析も魅力的です。そうなんですか。スカイツリーさん、もう国境をヒンドゥー教に改修してインドとやっていくしかないですね。インドと中国も仲悪いんですよね。さらにインドはこれから中国より人口が増えますからね。2030年ぐらいですかね、中国の人口を超えていくんですよ、インド人っていうのは。まあ、今中国14億人ぐらいいるんですよね。で、超えていくそうなんで、どうなっていくんですかね。まあそんな話でした。なんか今日、まあ、長くなっちゃったんですけど、まあ私も読みながらちょっと、あ、勉強になりましたね。やっぱいいこと書いてありますね、この人ね。まあでも中国寄りの考え方しかしてないのはそれは思いますけどね。あのブレジンスキーが書いた中国に対するやつもね、私販売コンテンツであの解説してるんですけど、あっちはあっちでもうなんか中国封じ込めのことしか書いてないですけどね。まあそんな感じでした。じゃあありがとうございました、遅くまで。あ、住山さんありがとうございます、お疲れ様でした。日本人とドイツ人は怖いよ。そうですね、ドイツ人も暗いところありますけど、車輪の下読んだだけでも分かりますけど、なんか暗いですよね。日本人も日本人で決して明るくないですからね。なんか政治的になると急にとてつもない暗さを見せるっていうかね、残虐なところがあると思いますよ。だって自分の心の中にあると思いますもん、自覚的にそれ感じますよね。あの皆さんどう感じてるか分かんないですけど、あのありますよね。じゃあありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼します。